さあどうもこんにちは。今回もですね、実際の電気自動車を使用してさまざまな検証を行うという企画になりますが、現在ですね、私が運転しているのはテスラのねフラグシップ SUV であるモデル XAWD グレードです。さあ今回一体どんな検証を行うのかというとですね、まあ今ねこれ見ていただいても分かる通り、この車のまあなんといっても目玉機能の一つ、これがヨーク型ステアリングホイールですね。普通は丸なわけですよね。最近楕円形なんかも出てきてですね、特にまあテスラでいうとサイバートラックはねすごい楕円形になってますよね。ただこの車はヨーク型です。はい、トヨタ BZ4X、レクサス RZ もねこれヨーク型採用してくる、まあ、予定でありますけれども、やはりですね、まあ、これね果たして操作性どうなのかと、まあ、いうところが一つで、それ以上にですね、実はヨーク型という形状以上に重要なのはここです。ストーク、まあ、ストークがですねなくなってるんですよ。ウィンカーどうすんのと、ワイパーどうすんのとか、多分いろいろとめちゃめちゃ疑問がですね生まれてくると思うわけですよ。それがですね、実はここに埋め込まれているボタン、でもねボタンじゃないんです。これは発光しているだけなんですよ。白くライトで照らしているだけで、実際には触れてもですねボタンというかないんです。あくまでもこれハプティックですよね。ハプティックでまあ押してる感覚をユーザーにまあ与えるという機能になります。ハプティックで有名なのは日産アリアじゃないですか。日産アリアもここのですねダッシュにエアコン機器ですよね、をハプティックで埋め込んでいるわけですよね。だから消灯するとここがボタンがないんですよ。ですごい美しいでしょ。で僕だからそういう意味で日産アリアのインテリア大好きって多分もうずっと言ってると思いますけども、まあそれと同じようなハプティックのボタンを採用することで、まあテスラ嫌いますよね、ボタン、物理ボタンつけるの。だから物理ボタンではないんだけれども、まあ、ハプティックでボタンを一応つけていると、まあ、こんなような形なんですよね。高速道路上だとですね、多分今までの動画でちょろちょろ言ってると思います。まあ、いろんなですね、いいところ悪いところを話しました。他方でですね、やはりもっと問題になるのは市街地です。市街地はもっとですね、ハンドルを切るとか、で、ハンドルを切りながら、例えばなんだろうな、このウィンカーをボタンを押したりとか、そういうことありますよね。まあ、なので、それをですね、実際に見ていこうということです。これウィンカーボタンを押して車線を変更すると、車線を変更したと認識して解除されるんです。今押しましたよ、変更してますよ、はい消えました。だから今みたいな合流みたいなものだと車線を変更してるって認識してないのか何なのか、ボタンウィンカーが消えないんですよ。で、消えるときと消えないときがあるので、まあそのときは自分でもう一回ボタンを押して消してあげるってことです。ちょっとめんどくさいね。だから4号線ってバイパスになってんだ。今これね、福島県をね、なぜか私は走行しているわけですけども、すごいっすね。これバイパスになってんだ。じゃあなんか夜とかガンガン行けそうですね。意外に高速乗らなくても、ケチケチした道ドライブでもなんとかなるんじゃないですか、これ。まあそうなんです。なので、まず1点目の、まあ懸念点としては、ウィンカーが自動で消えない時がある。ここは、ちょっと、まあ、ねえ、どうなんですかね。だから車線を変更してるのを、多分、これ、あれでしょ、ビジョン方式なんて、ビジョンで見てるんですよ。カメラで見て、あ、こいつ車線変更したな、つって消えてるわけですから、まあここが果たして、まあ今後の OTA でもうちょっと正確になっていくのか、まあバカになっていくのかと、まあここがちょっと気になる点なのかなと思います。で、確かにやっぱりヨーク型のステアリングのいいところっていうのは、上がないので、このインストルメントパネルですよね。ここがまあめちゃめちゃ見やすい。やっぱり視界が開けてるっていうところは非常にいいポイントだと思います。特に、まあ、モデル X 巨体ですよね。SUV なんで、なるべくこう、下の方見たいんですよ。だからこういう時に、なんか邪魔になるものがないっていうところ。だからダッシュも、まあ確かにね、モデル3とかモデル Y だと、インストルメントパネルそのものがありませんから、もっと見開きは良くなるんですけど、まあでも、インストルメントパネルがある車両としては非常に見開きがいいっていうのは、やっぱり印象としては持ちます。
ほら、これ前に障害物があるので、これリバースになるんですよ。自動で。僕何もしてないけど、ブレーキを踏むと。これはやっぱり頭いいよ、こいつは。ただし、今の私は一瞬頭の中混乱したんです。なぜかっていうと、確かにリバースはいいですよね、自動で。問題はその後にドライブなんですよ。ドライブは、要するに、テスラのモデル3と Y は、こうなんですよ。こう。ですよね。こう、上から下にストークを下ろす。ですよね。ところが、これは、下から上に、スワイプするんですよ。逆でしょ？で、確かにですよ。これは、バイアスをかけずに正確に言うと、僕みたいな電気自動車を、まあ、よく乗る、てか、電気自動車っていうか、例えば、メルセデス乗る人とか、そういう人からすると、めちゃめちゃアノイングなんですよ。めちゃめちゃ嫌だ。だけど、この車しか乗らないっていうのであれば、別に、慣れてしまえばいいわけですよ。まあ、なので、ちょっとそこはエクスキューズがありますが、基本的に、どの自動車メーカーも、基本的には、まあ、上から下に下げるということで、まあ、スタートするっていうのが、まあ、セオリーですよね。まあ、なので、ちょっとそこは逆になってるよっていうのは、まあ、ちょっとね、僕の、頭が混乱するよという点で一点訴えたいかなと思います。で、さらにですけども、問題があります。何の問題か、今これ市街地を走っているわけですけれども、やはりですね、このボタンの場所が非常にわからない。確かに慣れてしまえば、だいたいどこにあるかなっていうのがわかるんですよ。で、特にこの、ウィンカーに関しては、ここにね、フラットになってると言ってるんですが、唯一段差があるんですよ。このウィンカーの左と右の真ん中に、ちょっとね、線が入ってるんです。線が。で、この線を物理的に触れるから、とりあえず、なんだ、要するに、どっちのボタンかが見なくてもわかるんですよ。で、これは確かにいい面なんですけど、問題は、やはりですね、これが、例えば、ちょうどいいな。ちょっと曲がっていいですか？曲がりますよ。はい。ハンドルがこの状態で、ここの駐輪場に、ここの駐車場に貼りたい。そしたら、なんだこれ、こうかみたいな。こうか、うん、こうかみたいな。わかります？わかります？この、今のあれがわかります？例えば、じゃあ、これでこっちに出ます。出ます。で、さらに左に曲がりますよ。はい、さらに左に曲がるってなると、こうかみたいな。こっちだな、こっちだな、こっちだな、みたいな。わかります？言いたいこと。はい。言いたいことわかります？この、なんか、めちゃめちゃな、この、あれがわかります？つまり、ハンドルが、この、ヨークステアリングの問題じゃないんです。別にこれは、ヨークステアリングだろうが、何ステアリングだろうが関係ないんですよ。このハンドルに、ウィンカーのスイッチを埋め込むことの大問題ってのは何かというと、今、見ていただいたように、場所が変わっちゃうんですよ。なので、いくらここに、その物理的な棒が入っているので、そのウィンカーどっちかがわかりますと言ったところで、関係がないんです。この、今このまっすぐ走ってる状態で、ハンドルを見ずに、ウィンカーの右左を出すことはできるんですよ。見なくても。それはできるんです。ところが、問題は、ハンドルが切ってる時に、特にこの状態が一番やばい。この状態で、右左どっちかって言われたら、わかります？こうやって見ないといけないですよ。でも、で、これは慣れの問題じゃないと思います。多分ね、慣れないと思う、これは。なので、ここはね、明確に、僕は間違ってると思う。だから、ヨークステアリングでもいいんです。だから、これは、そのステアリングの形状の問題ではなくて、ストークをなくしたことによる弊害なんです。で、これは、どうだろうな。だから、その、ヨークステアリングを、モデル3とか Y で、変えてる人とかいますよね。その人たちでも、別にヨークステアリングはいいって言うんですよ。で、ヨークステアリングはいいんです。だから僕が、今回問題視したいのは、ヨークステアリングの是非ではなくて、ストークがなくなる是非なんですよ。で、特に、ウィンカーが、このボタン、このハンドルの動く中で、こう、なんだ、存在してしまう。これがね、どう考えても、これは僕は間違った判断だと思います。
まあ、テスラをね、ディスる気とかは一切ないんですよ。だって、僕のこのチャンネルって、多分一般の、そのなんか1、2回とか見た人からすると、特に僕1000キロチャレンジ、今回モデル X で、記録的なタイム叩き出しました、みたいな。テスラすげえとか言ってますよね。で、そういう人からすると、こいつテスラ信者かよって、またどうせ言われるんですよ。ところがね、僕は別にテスラ信者ではないんですよね。ただし、テスラのすごいところってのは、まあ、たくさんあるわけですよ。まあ、まさにこの UI ですよね。圧倒的なスピード感のこの UI だったりとか、ね。早いでしょ?ここら辺とかさ。このね、どれだけ電気を使ったかとかですね。これの UI 素晴らしいですよね。もちろんこういうですね、本当にこのリニアな操作感とか、これで助手席の人がね、こうやって見えるとかですね。ほら、素晴らしいでしょ?で、こういうところとかも、まあ、すごいわけですよ。で、もちろんですね、これ目的地セッティングしたら、自動でバッテリーのプレコンディショニングつって、バッテリーの温度を消音して、そのスーパーチャージング、急速充電の時の、まあ、充電スピードを最速化するとかですね。まあ、それこそですね、オクトバルブって言ってですね、ただ、テスラっていうのは、冬場における航続距離を最大化させるためにヒートポンプシステムっていうのを、まあ、搭載してるわけですけども、普通の車のヒートポンプじゃないんです。これは、オクトバルブって言って、双方向システムなんですよ。例えば、バッテリーのにたくさん熱がありました。そしたら、その熱を利用して、キャビンを温めるんです。逆もできます。キャビンの暖かさを利用して、バッテリーの温度調整を、そのキャビンの熱を吸収して、バッテリーを温めるっていう方法もできます。それこそですね、テスラが一番やばいなっていうのは、特に今のオクトバルブの話なんですが、冬、真冬ありますよね。真冬は、確かに寒いですよ、外。外寒いし、バッテリーもキンキンに冷えます。ところが、昼間ってどうなるかっていうと、まあ、例えばモデル X なんていい例だし、まあ、モデル Y なんかも全く同じですけど、一面の巨大なガラスルーフがあります。そうすると何が起きるかっていうと、結局、直射日光が入ってくるので、キャビンの中って、全く寒くないんですよ。当然ですよね。なんだかんだ、その、なんだ、青空駐車とかであれば、基本的には、車内ってある程度暖かくなるんですよ。そうなると何が起きると思います?自動的にバッテリーの温度を、キャビンの暖かさを吸収して、バッテリーを温めるんです。こんなことやってるのは、今、いろんな EV 僕は知ってますけど、テスラだけです。テスラしかできません。これはまさにオクトバルブで、熱の双方向供給ができるんです。しかもそれを自動的にやってます。だからテスラってアップデートするとたまに航続距離が長くなるでしょ?これは理由はまさにそういうアルゴリズムを変えることによって効率性をちょっとずつ上げるんですよ。だからアップデートすると電気自動車の航続距離が伸びる。そんな話聞くとね、いやそんなわけねえだろうと皆さん思うんですが、実はそういうアルゴリズムを最適化することによってテスラっていうのは効率性をちょっとずつちょっとずつ引き上げてるんです。で、そのような冗長性を持たせてるんですよ。そのオクトバルブっていう、そのヒートポンプシステムっていうのはね。だからこれはすごいんです。で、というようにしてね、僕はだからそのテスラすげー信者みたいにもなりきれますよ。だけど、僕はぜぜひで行きたいわけなので、残念ながらですね、このヨークステアリング、ストークがなくなってヨークステアリングは、残念ながら完全に使えないです。僕はこれは支持できません。指示できません。で、特に、これ一番問題になるのは、欧州とか、北米はまだね、道が広いんでマシなんですよ。欧州、だから僕スペインとか行きましたけども、一番やばいのは、特にラウンドアバウトだと思いますよ。ラウンドアバウトって、ね、ラウンドアバウトって皆さん、交通の、方法知ってますか?日本でも何箇所かあると思いますけども、どういうのかっていうと、一回転するんですけど、例えば、ね、これ、今僕右折をすると、普通にこれ90度曲がって終わりですよね。ところが、もし右方向に行きたいってなったら、いわゆる円を中心に最初から270度回転するんですよ。270度回転して出てくるんですよ。だから信号いらないんですよね。これ問題はね、ラウンドアバウトって、こうやって切りながら曲がりながら、ウィンカーを出すんですよ。だから今言ったような、僕がね、確かにさっきの駐車場に入って出てすぐ左とか曲がるって時に、なんかハンドルが曲がってて、その時にウィンカー出すのってめっちゃ難しいでしょみたいな。180度以上回転させてるのにみたいな。でも、多分思ったはずなんですよ、皆さん。いや、そんな状況って日本でほとんど起こらなくねって。その通りですよ。日本は確かにその可能性ってそんなに高くない。ところが、ヨーロッパなんて、まあ、オーストラリアとかもそうですけど、一番ラウンドアバウト
で問題を引き起こすのはまさにそこです。なのでこれは欧州とかでもめちゃめちゃこのヨーク、このてかヨークじゃないですよね、ストークがないバージョンっていうのはめちゃめちゃ批判されてるんです。批判されてる。でこれは使えないって言われてます。まあ、なので何にせよ日本はまあマシっちゃマシなのかもしれないけど、基本的にはグローバルモデルとしては僕はこれは良くないと思う。まあ、しかもね、ちょっとあのハプティックの押す感覚もね、ちょっとね、なんかね、これ個体差なのかわからないですけど、この左ウィンカーがね、なんかね、出せない時がある。だからね、なんかね、しっかり押そうとしてもなんかね、押せないみたいなね、時があるんですよ。で、これは、だから僕の慣れなのか、でもね、そんなことないんですよね。右ウィンカーちゃんと出るので、なんかね、これ個体差なのかわからないですけど、ちょっとそういうのも含めて、うん、ちょっとこのね、ボタン式のウィンカーっていうのは僕は問題があると思う。ただし、皆さん、いいですか？ところがです。僕は、最終的にはこれでいいと思ってます。え、どういうことと。テスラは実は、はい、この直近でね、大きな商品出しましたね。サイバートラックです。サイバートラックって一体、新しい技術を何個搭載したんでしょうというぐらい、まあ、素晴らしいですよね。もうこれに関しては僕動画作ってます。僕本当に素晴らしいと思いますよ、サイバートラックって。しかしながら僕がサイバートラックで一番びっくりした技術は、ステアバイワイヤーです。ステアバイワイヤー。まあ、これね、もう、このチャンネル見てる方は知ってると思いますけども、まあ、いろんな各社作ってますけれども、実際に市販化して納車させたのは、おそらくテスラが、完全ステアバイワイヤーです。なんだ、スカイライン、日産スカイラインとか、やってますよね。だけど、あれは、一応、なんだ、その、メカニカルに、ちょっと、冗長性残してるんですよね。まあ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 、何にせよ、まあ、テスラが、まあ、相当、あの市販化は早くたどり着いたんですよ。レクサスもやってますけど、レクサスもまだ、納車してませんからね。だからそういう意味では、テスラ相当早いんですけれども、このステアバイワイヤーのいいところっていうのは何かっていうと、実はまさにこれですよ。確かにサイバートラックって、その最小回転半径小さくした分、取り回し良くなるよねとか、そういうのは全然ありますよ。ただ、僕はステアバイワイヤーの本質っていうのはまさに、ストークをなくして、ウィンカーを、の操作性を上げるための一つの手段だと思ってるんですよ。だから今この状態のストークなしバージョンっていうのは発揮種って使い物にならないと思う。ところがテスラっていうのはぶっちゃけですよ、これはいい悪い別にしてますからね。別に僕はこれテスラの新車でも何でもないんで、まあ発揮種って今これ導入してるヨークでボタン式のはぶっちゃけ操作性が悪いと思う。ところがステアバイワイヤーを導入したらロックトゥロック、ここですよ、ここからここで完全に最小回転半径に行くんですよ。ここまでだったら一回転したら分からなくなっちゃう。でも半回転だったら分かります。ここだったらぶっちゃけこのボタン式のウィンカーでも大丈夫です。つまり何が言いたいのかっていうと、テスラのステアバイワイヤーの開発がやっぱちょっと遅れたんじゃないかと。つまりサイバートラックには間に合ったけど、本当だったら、まあ、モデル3ハイランドもそうだし、まあまあまあこれですよね、あのモデル S ですよね、このモデル SX に対しても本当はステアバイワイヤーを導入したかったはずなんですよ。ところが、まあ、開発が多分間に合わなかったんでしょう。なのでとりあえずこれで出しました。おそらく今後、まあ、2024年モデルとか2025年モデルに関しては、まあ、モデル3ハイランド、まあ、モデル Y ジュニパーもそうだし、まあ、今後モデル SX もそうでしょう。ここら辺もどんどんですね、ステアバイワイヤー入ってくると思います。こうなったら、ストークがなくても僕はありやと思う。なので何が言いたいのかというと、現状のモデル3、モデル S と X は使えないし、僕は嫌い。だけど、将来的にステアバイワイヤーが入れば僕はありだと思う。というのが僕がこのヨークステアリングというよりかはストークがないバージョンの、このテスラの、まあ、ハンドルに関する個人的な見解です。はい。というところで皆さんちょっと納得していただけたでしょうか。まあ、何にせよ批判はしてますが、まあ、中長期的にはいいんじゃないかっていう、まあ、見立てを僕は立てています。だからそういう意味では割と楽観的ではあります。ただし唯一僕が一番懸念してるのはモデル S と X なんてのはぶっちゃけ販売台数大したことないんで、まあどうでもいいです、言っちゃ悪いですけど、まあどうでもいいです。問題はモデル3ハイランドです。あやつもストークがないです。ところが問題はステアバイワイヤー入ってないので、おそらく
これ円形ですよ。円形ステアリングなんだけど、操作性は全く同じになります、これと。まあ、なので、ハイランドに関しては僕が一番心配してるのはまさにここです。ここがね、ちょっとね、やばいかもしんない。正直、このストークなしバージョンで、ステアバイワイヤーがないと、ちょっと操作性に僕は影響が出ると思うし、まあちょっと申し訳ないけども、発揮しようって僕嫌だ。僕はこれが嫌い。なので、そうだなぁ、ちょっとなぁ、だから僕はモデル3ハイランドに関しては、まあ全然、なんだ、電気自動車の性能も上がってるし、僕はいい買い物だと思いますよ。他方で、ちょっとね、この、ウィンカーが、ハンドルに内蔵されてるバージョンっていうのは、やっぱり僕はおすすめできない。おすすめできないとは言いませんけど、僕は嫌いというのが個人的な見解になります。まあ、なので、ちょっとここはですね、テスラさんなんとかしてステアバイワイヤーを早くですね、このストークなしバージョンの車両には導入する。モデル3ハイランドは特に早くやった方がいいんじゃないかな。まあ、というところで、まあただね、ステアバイワイヤーも、これ、テスラ初の技術になりますから、ね、もしかしたら今後、問題が出てくるとか、もちろん OTA である程度対応できるかもしれませんけども、ね、ちょっとね、ね、やっぱり、完全メカニカルっていうところが、電子制御になるわけですから、ちょっと怖いっちゃ怖いですよね。で、そういうのも含めて、ね、多分サイバートラックで実験でやってるのか、やっていくのか、ちょっとわかりませんけども、やはりですね、ちょっとそれがないと、個人的には、ちょっと微妙かなって思っちゃったりもしました。まあ、なので、はい、こういうですね、私の、意見も参考にしながらですね、この本、特に今回語った、ヨークステアリングの是非、まあ、というよりも実はヨークステアリングの問題ではないんですよね。ヨークステアリングに関しては、僕はもうどっちでもいいと思う。確かに回しにくいとかありますけど、これは慣れですよ、ぶっちゃけ。ぶっちゃけそうだし、多分ね、僕ももう2000キロ以上走行してますけど、もう慣れた。だから別になんか取り回しがうんぬんっていうのもそんなに僕は心配してないです。はい、まあ、ということでですね、まあ、今回はこのですね、まあ、ヨークステアリングというよりかはもう再三の繰り返しになりますが、ウィンカー、ストークがないバージョンっていうのがどうなのかっていうね、それに関する是非を、まあ、解説してきたわけですが、結論から言って僕は、このストークがないバージョンっていうのは完全に僕は間違ってると思います。というかもうというぐらい断言するぐらい操作性が非常に悪いです。どっかの多分1000キロチャレンジでもやりましたけど、回してる最中にホーンが鳴っちゃうとか、手に触れると鳴っちゃったりするわけですよ。だったりとか、やっぱり要するに曲がった後すぐに曲がるみたいな動作の時にどうしてもウィンカーの場所がわからなくなる。で、これは慣れの問題ではないと思います。その90度までぐらいだったら慣れでなんとかなると思いますけども、やっぱり180度ぐらいハンドルを切ってしまうともう完全にわからなくなってしまいます。なのでここはですね、ちょっとテスラに関しては残念なので、これを改善する唯一の方法はステアバイワイヤーです。なのでステアバイワイヤーが入った時に初めてこのテスラのストークなしヨーク型ステアリングというのが完成すると、まあ、いうことですね。まあ、何にせよ、はい、こういう動画も参考にしながらですね、まあ、特に、モデル SX だったりですね、まあ、ストーク型ストークなしバージョンのですね、まあ、モデル3ハイランドとか購入検討されている方はですね、ちょっとこういう動画も参考にしてみるのがいいんじゃないでしょうか。そんな感じでいってらっしゃい。